はい、石金TVの石金です。こんにちは。今2021年10月4日の動画に決まります。今ですね、多摩霊園のね、脇の道を歩いております。はい、です、本当は今免許更新、初めての免許更新向かってるんですけども、バスね、調べてたんですけども、昨日調べたのね、土日の時間帯でちょっとミスってたので、結局ね、20分ぐらい待つことになるので、それだったら、まあ、意外とね、近そうだったんで、バス来るまで待ってるよりも、歩いた方がね、早いんじゃないかなと思って、今、歩いてます。はい。で、もうね、20分ぐらい歩いたんですけども、もう、だいぶ汗だくで、いい天気なんですけども、かなりもう汗だくです。はい。今、多摩霊園、はい。暑い。そういう感じでちょっと今日は、多摩市からねお送りしています。はい。すごいね。こんな感じで永遠と道が続いております。はい。いやー、でも気持ちよくて、朝のウォーキングというかね、汗流してすごく気持ちいいです。はい。まあ、この後は免許更新、まあ2、3時間あるらしいので、しっかりやってビデオを見て。終わったらね、ゆっくり帰ろうと思います。はい、こんな感じで、今日は、多摩霊園の脇からお送りいたしました。バイバイ。